ポスト印象派またはポスト印象主義は印象派の後にフランスを中心として主に1880年代から活躍した画家たちを指す故障である。この区分は印象派に対する態度によるものであることから様式的な共通性は希薄であり、それぞれの画家の画風は大きく異なる。一般的にはフィンセント・ファン・ゴッホ、ポール・ゴーギャン、ポール・セザンヌなどを指す。 この古称は、かつて白樺派によって、日本に紹介された際、後期印象派と訳され、今日に至るまでこれが一般に用いられている。これは、まるで印象派の時代のうちの後期に属するものと連想させるが、しかし、ポストは、の後を意味する、窃盗時であり、ポストインプレッショニズムという語は、印象派の後ということを意味している。実際、 ポストインプレシャニスッツは一方で印象派の成果を受け入れつつ他方では反対しながら印象派を彫刻しようとしたが形であって後期印象派という訳語から連想されるような印象派の後期に属するものではない近年ではこの訳語を避ける傾向も見られるラファエル全派という訳語に習えば印象語派とでも訳されるべきであるが真案としては ポスト印象派が最も受け入れられているようである。ご印象派などとも訳されている。グラフトンガローで開催された、マネと印象派の画家たちの展覧会のポスターポスト、インプレッショニズムという語は、イギリスの批評家、アールフライが、フランスの新しい美術をイギリスに紹介するために、ロンドンのグラフトンガローで行った、展覧会、マネと印象派後の画家たちマネザポスト、 インプレッシャニストの名に由来する。この展覧会の出品者は、マネのほかゴッホ、ゴーガン、ルドン、セザンヌ、マティス、ドラン、ブラマンク、新印象主義の画家たち、ホーブの画家たちといったように、様式的にも多様であった。印象派の画家たちが抜け落ちているのは、フライに、これらの画家たちは印象派とは別の世界を目指しているということを強調する意図があったからである。 フライは当初、インプレッショニストという名称を提案したが、反対に遭い、印象派後に落ち着いた。彼らは印象派の傾向を受け、それを出発点としながらも、批判的に継承しつつ、厳密な形態の復活、原始的な題材や激しい色彩の導入などの独自の特徴を生み出し、20世紀の美術の先駆けとなった。形態においても、色彩においても、 また思想においても、19世紀の美術と、フォービスム、表現主義、キュビスムなどの20世紀美術との橋渡しをしたと言える。なお、文献によっては、ピエール・オーギストルノワールをポスト印象派の画家として紹介しているものもある。これは、ポスト印象派と同時期に印象主義の手法から離れ、自らの作風を模索していたという共通点に着目しているためである。 新印象主義に分類されるジョルジュスーラを含める場合もある。ありがとうございます。